った。そして最後までやろうよ。分かる。自分たちの意地を最後見せようよ。OK、3年生も多く出てんだから、そこのエネルギーしっかりコートに出してください。悔いのないようにちゃんと最後までやりきらないと。まだボックスアウトとかお前のいいところ全然自分で出してないと。ビッグシャーとゴール下まで走ってダイブしろちゃんと。いい、それはお前がやってきたことだし、それがあなたの仕事場だって。そこをちゃんとやりきって、2回ゲームを終えなさい。あった。まあ、連戦続き、そしてこのコーター、そしてパスをつなげた。いや、去年はこの決勝で敗れるという悔しい思いをしました。対して広瀬、ターンワンのシュートでした。枠が来た、来2本目くるか。このシュートはこぼれたが、外にタップアウトして渡辺、気持ちでねじ込んだ。さあ、さっきはね20、もう先浜先浜先浜ですね、こういう難しい時間帯はね。そしてトップからの3、いやこれを決めて、これを決めて、かさずタイムアウト、福田大堀。この男が大堀に立ちはだかる。このシーンで決めきるネットを揺らす、なんという勝負強さ。まあ、確かに。さあ、シェフハ。さあ、ここも時間を使わせる、それか時間を使っているのか、第一が。うん、このシュートが、うわー、ショットクロックギリギリ。さあ、枠が外、渡辺に送る。奥から鈴木王が外をなかなか打たせないか。うまい。ここリズムをずらして、えのき、ディフェンスの動きを読んでいました。ただ速い崎山、パスも威力がある。ただブロックショット、渡辺、ロー、そっリバウンドを取る。渡辺トップからの3。わあ、勝間選手がつなぐ、つなぐ、これ決め切りたい。さあ、3度目の正直なるか。決めたキャプテン三輪が。さあ、エンドラインから岩下に送って渡辺、渡辺のシュートが来た。硬い守りをどうくぐっていくか、大堀、渡辺、三輪に戻す。スキップパス、村上騎士郎、執念のスリーポイント。いいアタックですね。マイペッカーも開けました。ゲームクロージングの時間帯ですよね、福岡大臣にとっては ね。ただこの時間帯でね、まだ走れるでしょうっていう選手に言えるということは、相当練習させてきたっていう形ですからね。そうですね。さあ、江口監督のこと、鈴木王がサシェフを警戒して打てる。外送って、村上騎士郎、スリー、また来た。山口には村上騎士郎、山口からこのパスつながる。崎浜、時間使いながら下がりながらこれを決める。追いかけるためにはスリーポイントで行くのか。ただね、この強靭だな、来た。強靭。第一に3人で食らいついて、スティール。さあ、岩下、持っていった、決める。さあ、残り10秒を切った。崎浜、時間を使う、時間を使ってボールを高々と掲げて、今試合が終了。2023年ウィンターカップ決勝、福岡対決、制したのは福岡第一。去年決勝戦で敗れた福岡第一が雪辱を果たし、見事ウィンターカップを制覇、日本一に輝きました。いやー、素晴らしい試合でしたね。ですね。熱い今、福岡勢同士が抱擁を交わしました。全国の高校からね、この2校はね、常々追いかけられてたチームだと思うんですよ。はい。まあ、その中でしっかり自分たちがその追いかけてくるものをしっかり倒して、ここの舞台に両チームが立ってですね、はい、そしてこのゲームを勝ち切る、まあ、本当に白黒つけたくないけど、本当に両チームの頑張りがね、本当に輝いてた試合だと思います。そうですね。そして両ベンチメンバーが応援席、相手チームの応援席に今頭を下げました。まあ、この辺もね、やはりね、お互いのチームにリスペクトを感じますよね。はい。まあ、今年度だけでも何度戦いあったことでしょう。
してこの応援も何度も交錯しました。だからこそ試合前の、ね、お互いのチームに対するリスペクト、コート外でも、ね、はい、熱いものがあったと感じてます。そうですね、一番のライバルであり一番の理解者であるこの福岡大師と福岡大濠のこの決勝戦、この決勝戦は福岡第一が笑顔の勝利、見事優勝がかかりました。115人、川村さん、選手メンバーがいる中、これだけやっぱり多くのメンバーと、ね、練習を積み重ねてね、はい、この舞台に来てみんなで勝ち取った優勝ですよ。それは嬉しいですよ。ですね、対して勝ちたかった福大大濠、今涙のシーンがありました。いや、それはね、本当に悔しいと思います、うん、悔しいと思いますけれども、自分たちはこの決勝の舞台まで勝ち進んできたわけですから、はい、決して弱いわけじゃない、力がないわけじゃないと僕は思います。そうですね、はい、ただただここの舞台で、ね、経験したことっていうのは必ず今後の人生の糧になる時が来ますのでね、はい、この悔しい涙、嬉しい喜び、それぞれの思いがありますけれどもね、勝てばああいう風に喜べるんだという風に、成功すればああいう風になれるんだと、また相手の姿を見てですね、今後の自分に反映してほしいなと思います。3年生は次のステージがあります。そして今映っていますが、渡辺をはじめ 1,2 年生下級生の選手たちはこの2023年決勝の舞台で敗れたという思いを力に変えて来年進んでいきます。